タコ足配線タコ足配線とはテーブルタップなどを使って一つのコンセントに複数の電気機器を接続することである。コンセントをタコの体に多数の配線を足に見立てて作られた俗語である。回路構成は並列回路になる。家屋の壁面等につけられるコンセントはブレーカーから天井裏、壁中、床下等のスペースを専用の VVF ケーブルを 使用して取り回され設置されるが、設置できる場所や数には、家屋の構造によって限界があり、そのため、家電製品の置き場の近くに、コンセントが設置されていなかったり、同時に使用する、家電製品の数よりもコンセントの数が不足したり、するなどの状態が発生することがある。特に築年数が古い建物は、 電気製品が少なかった時代の建築であるため、コンセントの数が深刻に足らない場合もあり、テーブルタップ等で、コンセントの位置をフレキシブルにしたり、コンセントの口数を増やす必要が生じる。ただし、ここで言う、タコ足配線について、電気用品安全法の PSE 規格に、遵守している、テーブルタップを使用する限り、タコ足配線自体に、問題はないが、 キルヒホッフの電流速により、電源側の電流が端末側の電流の輪になるため、その使用方法によっては問題がある。日本のコンセント機器の規格は、家庭用はエアコン等の2 0 0ト専用配線を除いて、125V15A が標準的である。ただし 125V はあくまで1 2 5トまでコンセント機器が耐えるというだけで、 実際の供給電圧は 100V 前後である。したがって、ジュールの法則より、電圧 100V 電流 15A イコール 1500W 程度が、コンセントの定格ということになる。よくある誤解に、一つのコンセントで 1500W が、定格の限界というものがあるが、コンセントやスイッチには、送りという端子があり、一つのブレーカーから一つの、 コンセントやスイッチに専用回路が引かれていない限り、複数のコンセントや照明に同一ブレーカーから分岐されることが多い。中には、コンセントやスイッチから送り端子を使って配線を出し、別のコンセントや電気器具等に電気が送られていることもある。本来、送りは、ブレーカーから直接配線が難しい箇所や、換気扇等軽い負荷の電気器具に電気を送るため、 用いられるものであるが、電気工事業者の支出によっては、ブレーカーからの配線を減らし、配線の手間の削減やコスト削減に用いられる。あまりにも送りが多い場合は、いわゆる手抜き工事となる。一つのコンセントは確かに 1500W が定格だが、ブレーカーが例えば 20A で、3つのコンセントに分岐や送られている場合は、3つのコンセントの合計で、 定格が 20A、すなわち2 0 0 0トまでということになる。つまり、工義のタコ足配線は、一つのブレーカーから分岐や送りが行われている電気工事時点ですでに行われていることになる。AB、誤った使い方が、火災の導火線に、配線器具や充電ケーブルで火災、火傷が発生製品評価技術基盤機構。 https://www.night.go.jp/.data/.00097168.pdf2020 年5月21日閲覧テーブルタップでアイロンを使用しても良いですか日立の家電品日立製作所2020年5月21日閲覧ありがとうございます